アダマイア研究所クラウンキラーへの道しるべ。アレクサンドリア・ハイペシアが古い保養地をアイルズ中で知られる医療知識の集積所に変えた。彼女は聡明な錬金術師であり、カルナカの炭鉱労働者とその家族への援助に身を捧げている。ソコロフに何があったのか知っている者がいるとすれば彼女かもしれない。メンテナンスしてるみたいだぞ。調べるか。いや、今でも問題がないことを確認してるだけかも。誰も近寄らないと。あそこで誰かが厄介事を起こしそうだな。何もないのか。調べるぞ。あれは誰だったんだ。悪いことが起こらなければいいんだが、まあ多分何も起きないだろう。いやダメだダメだ。かつてオールドランプローから来た男がいた。俺たちが留めておきたい場所に彼女がいるようにしろ。はい。何かいるのか。まあいいか。受け入れられることを祈るよ。何としても他の地域に行かないと。これはやりにくくなる。私の患者さん、ごめんなさい。普通は覚えているはずだけど。聞きたいことがあって来たんだ。怪我のせいで顔を隠しているの？私たちが治療しているのはごくごくありふれた病だけよ。治療のためじゃない。アントン・ソコロフを探している。ソコロフを？彼は少しここにいたわ。彼女が連れて行ったの。キリン人道士のところへ。今何か聞こえた？クラウンキラーは？お前の患者か？クラウンキラー、
新聞で読んだ気がするわ。悪いけど私には。そうだ、確か殺人鬼ね。私はダンウォールで捕鯨員から見つかった病気を研究していて。待って、今誰か私を呼んだ？最近物忘れがひどくて。クラウンキラーはとても興味深い事例よね。本来ならきっと力になれると思う。でも今は昔と違ってこの記憶障害のせいですごく困っているの。私を呼ぶのは誰？失礼するわ。一体何があった？ハイペシア医師にやられた。彼女がクラウンキラーだ。いや、彼女自身は違う。彼女は血清を開発した炭鉱労働者用の、その試作品のせいで心にひどい変化が。俺は手遅れだが、彼女はまだ助かるかもしれない。本当はいいやつだ。どうすればいい？俺の金庫、疾病処置棟のそこに解毒剤の作り方が。彼女を助けてくれ、頼む。金庫の番号は183だ。何が起きた？ドアは閉まってたはずだ。ブランドフライダー、助けてくれ。やめろ、やめてくれ、刺される。容体は？正気を失っています。わけのわからないことを叫んで。少しは何を言っているか分かった。ある晩怪物に襲われて。中にあるといいが。なんでネズミがいるんだ？
それはひどい。うまくいってほしい。あれは誰？彼女のために聞いてほしい。俺は行かないぞ。俺の体だ。先生。はい。ごめんなさい。なんだか調子が悪くて。感染症のサンプルを扱っていたから何かに感染したのかしら。いや、誰かに毒を盛られたんだ。だがもう回復している。錬金術師のメモから解毒剤を作ったからな。毒を盛られた。心配するな。あとは私が片付ける。しばらく身を隠す場所が必要なら私を訪ねてくれ。仲間と共にドレッドフルウェールという船に滞在している。
誰かいるのか。今夜はブラッドオーク。あそこで誰かがやっかいことを起こしそうだな。誰もいないな。さあ、眺めるか。何もしてあげられない。行った方がいいわ。警告はしたぞ。通報するぞ。顔を隠している相手を信用できると思う。監視塔を落としたらミーガンが拾ってくれる。仕事に集中しないとな。あのキスのことは忘れ。なんだ。待て、向こうを調べてくる。なんだ。くそ、誰がやった。近くにいるはずだ。見間違いか。もう出発していいか。ここは苦手だ。準備は。ドレッドフルウェールへ出発しよう。何があった。ハイペシアがクラウンキラーだった。そんなバカな。公爵に仕向けられて欠陥品の血清を注射してしまい人格が変わったんだ。だが解毒剤に助けられた。殺人のことを思い出したら辛い思いをするだろうな。ソコロフはキリンジンドシという男の家に移されたらしい。公爵お抱えの発明家、天才らしいな。また天才か。ありがたいね。